どうもよろしくお願いします。声どうした？あ、自分の声ですか？はい、ちょっと飛んじゃいまして。はい、もう明日にしようよ飛んの。でもどうしてもね、コンビニに行きたいんですよ。すいません。あれよろしくね。誰？こんぐらいの声だったらね、枯れてない感じで出せる。ちょっとダンディーすぎちゃう。逆に違和感が。気使っちゃうかも。ダンディーすぎて。ダンディーすぎて気を使うということで。今回はね、コンビニなんですけど、皆さんもご飯食べましたよね。食べましたよ。知ってますよ、一緒に食べたんだから。3人で1時間前ぐらいにね、二郎系のラーメンを食べました。しんどい。パンパン。うん、パンパンの状態でコンビニはいっぱい食べれないでしょ、うん、なんで師匠が弟子に買ってきてもらうものコンビニ。一番変なんじゃない？意味わかんないじゃん。海外やったけど今ついに1位が。師匠といえばね、うん、あんまご飯は食べれない。なんの？確かに。いいところに気づきました。うわ、何のかは決まってません。何がいいところだ。師匠ってもういろいろありますから。決めていいよ、はい。でも師匠に一つだけ共通点があるんです。はい、あんま飯食えない。確かにな。はい。どの師匠も。あんま飯食えないから師匠にしたの。そうです、そうです。噛んでいいんじゃないか。で、一応ルールを説明しますと、この部屋にいるときは師匠で、あのコンビニ行ってる最中は弟子として行ってもらって、帰ってきて師匠で食べてもらいます。行ってる最中いつも取ってなくない？まあそう、10秒ぐらいですね。あとは取ってない時も弟子でやってもらって。ちょっともう、うん、キリがない。おい、体重が全然協力的じゃなくなってきてる。どうぞ。師匠が弟子に買ってきてもらうものコンビニ。拍手とか知らん？ピヨピヨしてるけど。これが拍手のとこの文化です。ということで、もうちょいちょいもう疲れ、もう良くないところばっかりが見える。でもそれでもね、あの親心っちゅうもんですか。弟子っちゅうのはね、もう可愛く見えてしょうがないんですよ。だからね、あの今日は弟子にね、ちょっとコンビニにお使いに行ってもらおうということで。おいおいの。あれ乗り遅れた。あんたのところの弟子はもうどないやねん。まあ問題ばっか、問題ばっかで、尻拭いばっかりの毎日ですわ。そんな関西のイメージやろ。師匠って。尻拭いても拭いてもケツが青い言うて。うまいこと言うよ。みんなや。何見てくれとんねん。ちなみにやけども、うん、その皆さんは、うん、何の道の師匠なんですか？竹内さんは何の道の師匠なんですか？わあ、じゃあ、この道50年の歌舞伎役者だよ。住岡さんは何の師匠でございますの？わいは、サーカス団や。あるん、二人目で、サーカス団がいいな。あるんやな。三人目で。何ですの？どうすんの？そら、私はもう決まってますがな。うん、落語ですわ。落語ですがな。まず一番に名乗りでな。どんな感じでもいいんでね。弟子が師匠に買ってくるもの、師匠が言いつけそうなものでも何でもいいんで、うん、コンビニ行って買ってきましょう。行くか。はい。コンビニまで、ビョン。いやー、どうする？買うしかないよね。まあな。何買ってっても怒るんだもん。うちの師匠はまだいい方だって聞いた。え、2個上の先輩の師匠はもうすごいらしい。そうなの？そんなこと、うん、思うみたいな。2個上の先輩の時の師匠はすごかったらしい。いや、俺の代もやばいよ。ここ同期なんや。師匠違う。いることということで、一人が師匠をやって、弟子として自分が買ってきたものをね、師匠に渡して、師匠側が許してくれたら OK ってことにしましょう。この場合どっちが師匠をやるんですか？自分が今買ってきたもんがあるやろ。うん。その弟子として師匠に渡してください。ああ。師匠やってもらう。師匠やってもらう。ああ。じゃあ僕、一発目でいきます。じゃあ。はい。ああ。わかりました。師匠選べる？師匠を選びましょう。なるほど。で、竹内さんの二発目。
3発目でいきましょうか。じゃあ僕はまず弟子で竹内師匠に、はい、はい、渡したいと思います。わかりました。はい。はい。お疲れ様。はい。はい。すみません。ちょっと遅れちゃって。ああ、我慢我慢。道が混んでて。ああ、どうぞや。はい。はい。ありがとう。あの、一緒いつものやつで大丈夫ですね。うん。出番はまだ大丈夫ですよね。うん。今日、お客さんめっちゃ来てました。まあ。師匠目当てじゃないですか。まあまあ、千秋楽やからな。あの、師匠これ。ザ・カフェラテです。ああ、ありがとうありがとう。師匠好きな。ザ・カフェラテやからな。はい。ザ・カフェラテやからな。やがな。スタート、ナンプレですね。あ、今週の、はい、暇なの師匠ってスタートの声ですね、師匠の声、はい、んベビーチーズ、ベビーチーズ、はい、これがええねん、これですね、これがええねん、以上ですね。あ、はい、そうかいな。これが、師匠にはい、かいな、師匠飯です、ね、まあ、そうやな、足りますかね、今日、はいはいはい、今日で、あ、すごい速度で、すごい速度でもう、はい、ここまでやって、おらんて、目で解くやつおらんて、ナンプレよう、これで一発目いったな。六発目やろ、こんなの。じゃあ、の、フランス、フランスが長かったんで、そうやったな。フランス長いからな。フランス長かったんで、フランスのコーヒーなんすか。本場の喜劇を見てきたからな。はい、どうしても学びたいって俺で師匠が、はい、フランスの行かれた時は僕たちもてんてこまいでしたから、はい、師匠になってから行ってるからな。珍しい。子供の時のフランスのあのお話聞かせてください。何ですか。何ですか。毎回毎回やめてください。ありがとうございます師匠。じゃあ失礼します自分。あー、一発目じゃないって。これなんですかって言われて1時間答えてんの。ジジイやと思ってるからな、ただの。続いて竹内さん。私ガゼン不安になってきた。師匠は誰にしますか。師匠はじゃあ住岡さんで。あ、お願いします。え、声師匠じゃない。はい、失礼します。ああ、お疲れ様です。俺の部屋入るのノックいられてるやろ。すみませんでした。あ、こちら、はい、あー、2ヶ月です。2ヶ月、2冊な。2冊。あ、2ヶ月の2冊や。ああ、どうも、これですね。あー、これです。あー、2ヶ月なんやな。はい、喉大事やろ、この仕事。あと、これ、師匠が好きな。あー、あ、ほんま、分かっとんな。あー、丸。公園頑張ってください。ジジイや思ってかね。ただの俺もおじいちゃん説。これその師匠ってか何も得てないおじいちゃん説。あ、もう言ってまんか。稽古見たんぞ。あ、本当ですか。じゃあちょっとよろしくお願いします。タン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 。一部満タンやで。じゃあ次は住岡さんが弟子ということで。ああ、そうですね。師匠は誰にしますか。じゃあそこ吉野にしようかな。じゃあ、あ、ママ、うん、さ、行くかな。そらもうすぐ行くかな。なあ、あ、ママのあの胸の中やないと寝れへん言うて。いや、ええがな。もうええがな、それはその時の話はええがな。もうさ、ええやんか。もうやかましいな今。もうちょっと待っといてくれや。まあ、いいかな。うん、いいよ。うん、あ、ちょっとまた後で電話するさかいにな。ははは、それ、それはおけつやないかい。大丈夫ですか。なんやねん、自分も。こっちが楽しいやっとったところやのに。お疲れ様でした。まあ、もうええがなんぞ。師匠が大事にしてたあの花瓶割っちゃって。あ、いつまでも行かないんですよ。あ、いいですか。ありましたね。懐深いな。あと、あの、師匠の奥さんと、ちょっと。え、すいませんでした。謝
るんやったらええがな。懐深。謝るんやったらええがな。懐深。ちゃんと言うたところが、君のいいところやな。すいません。ちょっと詫びも兼ねて。はい、言わんで、普通、そうやったとしても。ありえへん。師匠が好きなものを、はい、買ってきました。あったかいお茶。せやねん、これがもう、あったかもう冬も始まってきとるやろ。な。あと師匠がその甘いものをお好きと伺ったので。うん。はい。そうやな。はい、甘いものに見えないで。その師匠女の子と甘いもんには見えないからな、どっちも甘いから言ってバカやわーって当たって気がつきた和のやつがいいかなと思います。トロリクリームプリンです。久々に見たんで。君の中の和は何。マスプです。まあせやな。その説はすいませんでした。うん、もうそのね、はい、あのもうこのね、あの正直言ってね、はい、もう買ってきたもんも全然違うけど。あとこの前師匠がその出番やった時に袖から見学させていただいたんですけど、じゃあなんか途中で、あ、これ見たことあるやつかと思って。君バケモンや。またお願いします。ほんだね、ほんだね、ありがとうございました。ほんだね、失礼します。さあ、いうことでね、いろんな弟子がおるな。うん、まあ、まあ、ともやで。まあでもな。やっぱなぁ、嬉しいわ。うん、頑張ってくれとる、うん、な。頑張ってくれとるから、うん、嬉しいわ。あ、もう、もう目遠なってモテるやんか。おモンゼリーに助けられた。どんなニュース。照り焼きマックバーガーをリピート。ほんまに書いてる。やっぱりね、もうこの時間がね、楽しいわ。楽しいわ、うん、なん言うても。なん言うても楽しいわ。雪降り行きましょうか。どないですか。うまい。ウーロン茶の味する。エロ終わってるやん。食うてみ。そんなわけない。食うてみっこ。ウーロン茶の味する。せつけて。ちょっとするな。あ、師匠栽培いいですか。あれ、人に散々文句言って、多分食べたいの。わかる。これやっちゃってますよね。やっちゃってる。完全にやっちゃってる。これその俺にやれ一番目じゃないだの。うん。だ竹内のにも言ってたよね。うん、おじいちゃんやみたいな。うん、はい、食べたいの。食べてます。るそんな。これは完全にやってる。栽培の師匠栽培。そんなわけない。どれ適当にやってるの。お前こいつ今日適当にやってるの疲れて。これは飲まんの。うん。いや、返事早っ。僕は飲む。すごくいいことがあった日か、すごく嫌なことがあった日に。自分なんてどうにでもなれって時に飲む。うん、マジでよかったら皆さんも一回ね、師匠でご飯食べてほしい。うん、師匠ご飯。師匠飯。師匠飯。騙されたと思ってな。うん、めっちゃ楽しい。食べてみてください。やってみてください。ぜひね、フェード。だんだん画面が下がった。画面が下がっていく。これその撮る用の三脚だよね。三脚がもう落ちてってるやん。疲れてるなみんな。こいつ連れてってたっけ今日一日。もう眠たいですよ。あ、もう無理かも。あーててあーこれ、あー久米で最後終わりますか。本当に楽しかったですけど、今日の板橋ハウスさん、何階建てですかね。今日はやばいんちゃう。師匠、ちょっと今日の板橋ハウス何階建てですか。今日の板橋ハウスさん、何階建てか。5階建て。かぶいてるわ。本当に。何これ。今までで一番キモい価格だな。キモ価格。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。